はいどうも、今回は皆さんお待たせしましたという感じではありますが、青島の34の報道はですね、今回はですね、この88番通常バージョンと、SP バージョンと2種類同時に発売になりました。で、ちょいちょいね、キットの内容が違いますので、まあ、2回に分けて、それぞれを紹介させてもらおうかなと思います。といっても SP の方はまあこれとね、同梱パーツが違ったりするだけですので、あと、成形色か。成形色が違うとか、それぐらいですので、まあ、SP の方はそんなに長くはならないと思いますけれども、まずこちらの方から、紹介していきたいと思います。長かったですね。5月のホビーショーで7月発売っていう風になってて、なんだかんだ伸び伸びで11月末っていう感じになりましたが、入りました。よいしょ。一応、組み立ての試作品はこんな感じになってますね、画像は。で、多分、まあ、ね、ずっとホビーショーとかの金型で、情報で出てましたけど、前期型出るでしょっていう感じの構成になってますね。で、こっちの通常バージョンの方はですね、この青ラメというか、メタリックというか、そういう感じの成形色になってます。でですね、これ見てもらって分かると思うんですが、まあ普通採用だったらね、まあセンターピラーあるんですけども、これね、窓ガラスが外場面式になってて、で、ウィンドウモールとこういう感じで一体成形、こんな感じになってます。外場面だよな、と思うんですが。で、こういう感じになってます。で、ちょいちょい質問とかを受けてたんですが、ユーラスの34スカイラインとはもう、金型全部違います。もうすべて新規っていう風になってますね。なので、で、このリアバンパーもね、別体になっているあたり、何かしら ARCO とか出すのかな、なんていう期待をさせてもらいつつですけども、こういう感じになってます。で、ただ足回りの部品はね、こう、スプリングサスペンションになってるのかな。こういう、よく、34で、34とか1号とかで見たね、形に近いような感じになってますね。よいしょ。で、フロントバンパーと。で、こちらのノーマルの方ですね。リアウィングと、リアウィングかな ?2 種類かな入ってます。で、フェンダーと、こういう感じですね。ピント寄りました？こういう感じですね。ひょっとしたら、ユーラスの違うバージョンのエアロットアーツとかも出るかもしれないですね。あ！サイドバイザーがスモーク成形ですね。はー、なるほど。プロボックスの時はサイドバイザーついてましたけど、あとこれサンルーフバイザーですね。ついてましたけど、クリア成形だったんですよね。で、まあ、それっぽい感じに出そうとすると、まあ、一回スモーク吹かなきゃいけないな、みたいな感じでしたけど、今回はこういう感じになってますね。で、ヘッドライトインナーとテールライトインナーと、グリル関係の部品ですね。こんな感じです。デカールが、見えないですが、このメタルインレッドシールも入ってます。で、このスプリングサスペンションのやつですね。で、タイヤがデシベルタイヤですね。で、シャーシも、これなんでしょう。何の部品をイメージしてんのこれ。ドライブシャフト？なぜ？なぜここに、この部品、部品というかこのモール、このモールド何でしょう？何だろう？よくわかりません。でもプロペラシャフトから、何から一体成形なんですね。マフラーとプロペラシャフトは別体成形にして欲しかったかなーって気もしますけど。よいしょ。あ、ちなみにですが、もうあらかじめ言っちゃいます。これ組みます。
ノーマルで組みます。あ、そうそう、34のあの GTR とかね、あとはユーラスの仕様の方だったら、このブレーキパーツ、メッキパーツでしたけど、これ成形色のままになってます。まあシャーシは仕方ないかな。あー、フロアパンはシャーシのこっち側に色塗ってねっていう感じですね。見えますかね。で、ドア内張りを左右から貼り付けてねっていうことですね。こういう感じですね。あとはボディーパーツ関連がしっかりつくかな。いや、この構成ね、プロボックスの時の構成をね、どうしても思い出してしまう構成になってるんで、それがどうなってるかがちょっと不安ですね。あ、ウィングはどちらかを選択してくださいっていうのがありますね。こういう感じになってます。まあ、とりあえずこれはね、まあ、話しさせてもらった通り、組み立てるつもりでいますので、まあ、今回はこっちのノーマルバージョンの方を、ちょっとね、挑戦してみようかなと思ってますので、また組み上がりましたらですね、組んでみたレビューの方で、紹介できたらな、ってことは思います。よいしょ。まあ、どうなるか。期待半分、不安半分、みたいなところは正直あります。本音を言うとですよ。本音を言うと、構成がとってもなんかあのプロボックスを思い浮かばせる構成なので、という気持ちはあります。はい、これですね、定価3200円となってます。ですね、多分これ、今日投稿して、今日アップロードっていう、あ、公開っていう感じにしようかなと思ってるんですけども、これの公開して1時間、2時間後ぐらいに SP の方も、同日にね、公開という設定で、アップロードしようと思ってますので、まあそちらの方もご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。